hello hi dr kitahara hi how are you doing today uh, i'm okay you're uh, okay yeah just okay uh, i'm good i'm good you're how good i you? you? good i'm pretty good thank you for asking oh. and uh, today i'm going to be giving you some uh, pop-up quiz do you know what pop-up quiz is uh, yeah, yeah kind of like uh, kind of pop -up. yes nukiuchi yes. Oh. hi, hi. This is going to be really easy breezy for you. So, this should not be any problem at all. Okay. This is really basic stuff. Okay. Oh, okay. <laughs> okay. <laughs> so, are you ready to start? Yes. Yes. Okay. Here comes the first word. There you go. Oh, it's easy. <laughs> okay. Go ahead. Uh, catheter. Catheter. Cathet catheter. Catheter. Yes. <laughs> ]あの, イギリス英語だともう少しキャセターみたいな発音になるんですけど、アメリカだとキャセター。Perfect.Too easy. I'm s o r r y i t s not too e a s y <laughs> ですね。c a t h 僕が最初来た時はカテーテル、カテーテルって言っても全然伝わらなくて。そうですね。c a t っていうようになってから、なんか全然読み方違うじゃんと思ったんですけど、日本語と使えるようになりました。じゃあ次行きます。フシとかむくみとかですよね。 エデマですかねあれちょっと違うな。えっと、エディーマですかねイディーマですかねわざとやっていただいてる感じですよねいや違います。イディーマですね。イディーマかなイディマかイディマではないな。イディーマですね。イディマ、ディマ。ファイナルアンサーで大丈夫ですかイディーマ、イディーマ。え、これはマジですね。 そうなんだ。はい。アディマ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 。アディなんですかこれはアです。UH ですね、発音記号。アディマ。アディマなんだ。はい。よく日本語でエデマ、エデマって日本語っぽく使ってると思うんですけど、アディマ。そ o next time you know. アディマ。はい。使う機会ないですか普段？いや、使いますよ。アディマ。 僕はイディーマって言いますけど、イディーマがひどいねとか、スウェーリングって言うのかなスウェーリングとかって言うけど、アディーマもつか、アディーマなんだ。moving on 次行きます。ああ、どっちかですね。どっちかですね。どっちか。サクセス、サクセス。サクセス、サクセス。 ででこれ実はあのアメリカでは success、後ろです、success なんですけど、うん、あのイギリスはちょっと前気味、success 気味なので、昔 CM であったせいで多分かなりの人が success って言っちゃってるんですけど、そうなんです。アメリカでは success、後ろですね、はいはいで。アクセントって普段気にされてますしゃべるときに。いや、してないですね。うん 何がアクセント大事かっていうと、やっぱりその日本語でもそうなんですけど、こう全部あべこべのイントネーションで喋られると、すごくやっぱり分かりづらいですね、聞いてる方ほうん、低いっていうところがあるので、アクセントまでこだわる。あと、相手に対してだけではなくって、あの自分のリスニングの時もあのアクセントまでしっかり覚えてると、リスニング力も飛躍的にあの伸びやすくなるので、うん、その意味でもアクセントにもしっかり注意して喋っていきましょう。はいでは、次に行きます。はい テクニック、テクニック。テクニック、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 後ろです。テ,テクニック。はいん<ー>、うん。順調に、順調に、はい、間違ってくださってます。ありがとうございます。どうですか、ちなみに、これまでのところ。そうですね、先生、あのキャテターが結構来たんで、いけるかなと。 たんですけど、ちょっとなかなか今ゴブゴブぐらいですかね。はい、ゴブゴブ以下かもしれないですね。頑張ります。はい。